皆さんこんにちは。クリエイティブジュニアテニスアカデミーの一藤木亮平です。今回は、僕が、幼少期から育った、スペインで、学んだ、ドリル練習の、一つを、皆さんにご紹介したいと思います。お願いします。では、実際にちょっと説明していきたいと思うんですけど、まあ、通称ヌメロウノって言って1番っていう練習なんです。本当にドリルの、スペインはスペインドリルって言って、ドリル自体がもう30個40個ぐらいドリルがあるんですけど、まあ、本当にそれの一番最初のこうもうテニスの基本ですね。バックアンドフォースって言って、後ろにバック下がるのとフォーシングショット、前で決めていくショットっていうののもう連続なんですけど、実際に動きとしてはスタートしたらまずフォア斜め後ろ下がっていく。でこの時に意識してもらいたいのはステップと基本打点の練習なんで基本は、まあ遠ければ、以前、ボールの追っかけ方、ボールの、フットワークについて説明したんですけど、走ってって動いてってステップして打つんですけど、まあそんなに大きな幅でなければ最初から、ダブルステップですね。横向きを作った状態で、まあ、こうサイドステップで動いていくステップ、これのステップを使ってボールを見ながら、ボールをしっかり自分が、まあ後ろはまずバックなんで、ここはしっかりスピンをかけて相手を押し返すショットですね。まあ、ループボールですね。ループボールをしっかり打っていける位置にボールをこのステップを使って入れて打つ。打ったら次は斜め前に追っかけていって、途中から横向きのダブルステップに切り替えてバックハンドでフォーシングショットですね。決め球打ったらそのまんまバックで下がっていって、またループボールクロスで、最後前入ってきてフォアハンドでフォーシングショットっていうのを、まあ大体うちは小学校3年生から高校生まで大体、1セット40球っていうのを目安にやってますね。なんで、10セットで1回を、まあ、ドリルのメニューは何個かあるんですけど、大体全部3セットだから120球、1メニュー120球打つっていうのが、まず一つ。これはでも、スペインでも実際にそうです。なんで、もう一つこのドリルの中で意識してもらいたいのは、後ろボールをループボールを上げるときは前足を引き上げて後ろ足で引き上げていく。これ後ろに下がって前足で打っちゃうとボールっていうのは降下してっちゃうので、必ずステップから左足右足で最後打つ。で前の時は小向きになって前足でしっかり打っていくっていう、この後ろボールを後ろで上げるバックの時は、後ろからループを打つ時は後ろ足で打つ、前足でフォーシングショットを打つ時は前足で打つっていうことの反復ですね。で今日は実際に、うちのジュニアに、やってもらいたいと思う、実践してもらいたいと思うので、そちらもちょっと見てみてください。お願いします。本気じゃんじゃあやってみようか。じゃあ行くよ。斜め後ろから、はい、行こう。よし、はい、行け。ステップ、けそう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 、そう、オッケー、はい、バック前へ、けはい、けーしょ、そう、いいよ、オッケー、はい、こう、はい、下がって、オッケー、ステップから後ろ足、オッケー、そう、いいよ、いいよ、オッケー、はい、こう、はい、前、オッケー、そう、オッケー、そう、オッケー、そう、まだ、オッケー、これ完璧にできなくていいんです。これ、今、小学校3年生なんですけど、はい、オッケー、まず、オッケー、動き方を覚える、オッケー、よし、はい、こう、はい、下がって、オッケー、で、気になるポイントを、オッケー、はい、オッケー、指摘していく、オッケー、いいよ、オッケー、はい、オッケー、そう、後ろ足で打てるように頑張るんだぞ、オッケー、はい、こう、はい、オッケー、ステップしてって後ろ足、そう、そうそうそう、ボールとの間隔を空けすぎると後ろ足で最後打てなくなっちゃうから、そう、ボールとの距離感、距離感を大切に、いけ、よし、オッケー、はい、こう前、いいよ、オッケー、そう、完璧にできなくて全然いいんです、これ、はい、こう、はい、下がって、そう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 、だけど、オッケー、そう、ナイスショー、オッケー、はい、子供から大人まで、全員、やっていいメニューですね、はい、強度は、年齢に合わせて考えた方がいいと思います、はい、よし、ちょっとボールケア、ボールケアして、はい、あと2周ぐらい行こう、いい、OK、はい、下がって、そう、ボールとの関係、そうそうそう、ボールとの距離感大切にして、はい、前、
そう、OK、惜しいな、OK、はい、そう、動いてった力を最後そのまま伝えろ、しっかり、OK、いいか、その動いてきた力を、そう、途中からダブルステップに変換して最後ボールに伝えていく、はい、OK、そう、OK、そう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 、動きとショットが別々にならないように、はい、OK、ね、そう、OK、動きからショットだよ、はい、OK、いける、OK、はい、そう、OK、そう、そう、そう、動いてって止まってる時間が長いと、OK、動いてった力が死んじゃうからね、動いてった、OK、力を、そう、最後ボールにしっかり伝える、OK、はい、継承前、OK、頑張れ、よっしょ、OK、ナイスショー、OK、はい、下がって動いてった力を最後伝えろ、そう、そのためにはボールとの距離感を大切にしとくことが必要、はい、OK、ボールを離しすぎたら、OK、止まる時間が長くなっちゃうから、後ろ特に、はい、OK、そう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 、だから先に、OK、早く下がりすぎるのも良くない、OK、かといって遅れるのもダメだけど、そう、そこら辺の感覚、そう、ステップと打点の関係性をよく理解していく、はい、OK、ラスト1周やろう、ひろき、そう、上手、OK、はい、OK、いいよ、OK、はい、で、極力、OK、そう、OK、これは練習だから、OK、はい、前足で打つ、前のボールは、そう、OK、実践の中でオープンスタンスで叩いていくこともあってもいいよ、はい、OK、そう、ラスト、OK、だけど、OK、今練習だから前足で入っていく、そう、よーし、OK、いいでしょう、OK、結構やってることは見たまんまっていうか、後ろ下がってって、まあ、深いループボールに対しては後ろに下がっていってしっかりループボールで返球していくし、その後に後ろに下がった後に例えばループボールを打ったことによって相手のボールが浅くなってきたところをしっかり前に入っていって打つとかって、まあ、そういうイメージもありますし、まあ、ものすごく基本の前後の動き、もうテニスの一番基本的な動き、まあ、横も大事なんですけど、前後の動きっていうのがやっぱりテニスってどこまで行っても縦のスポーツなんで、横にボールを打つ、まあ、斜めには打つんですけど斜めも結果的には縦なんで、縦の動きっていうのがやっぱりとっても大事なんで、まあ、練習メニューの一番としての、最も初歩的なメニューですね。後ろに下がってってループボール、前に来て高い打点を、アタックしていくボールっていう、まあ、すごく、誰にでも、必要な要素だと思うので、ループボールと前に入っていっての打ち込みっていうのが、上手くなる練習だと思うので、まあ、そのためには以前フットワーク編でも言った通り、まあ、横向きでサイドステップで下がっていって下がっていったら最終的にどこで止まるかっていうのを換算したら一番いいところが後ろ足になる、前に入っていったら最後前足になるっていう、まあ、そこら辺もちょっとフットワークの、まあ、フットワークっていうよりはどちらかというとステップの練習っていう感じなんですけど、ステップと打点の位置っていうの、ステップをうまく使って打点の位置を自分がしっかり意図しているところで、インパクトできるように、意識しながら、動くことが、この練習の、最大のポイントになってくると思うので、なかなかやっぱりこう、まあ、子どものうちは特に、まあ、その完璧にステップを使っていってぴったり入っていくっていうのは、まあ、難しいんで、やっぱり少しこうばらつきが出ちゃうんですけど、それでも、コーチ自身も諦めず、我慢というか、伝え続けることですね。伝え続けて、とにかくステップでしっかり動いていって打てるように、ずっと声をかけながら、やらせること。ただ、別に、完璧にまだできなくって、まあ、特に彼の年齢だとまだ完璧にできる必要はないので、とにかくでも、やっぱりどうしても子供のうちだととにかくボールを頑張って打ち返そうっていうことにやっぱり意識がいくと、で体も小さいんでなかなかステップでぴったり合わせていくっていうのは難しいんで、まあ、オープンスタンスが出ちゃったりとかっていうことはあるんですけど、まあ、それでもこう、こういうふうにステップして動くのがこの練習なんだよっていうことを伝えながらやれれば、全然それで問題ないと思うので、でこの練習は一般の方から選手まで、みんなに共通して、やっていい本当に基礎的な練習なんで、皆さんもぜひ参考にしてみてください。